カチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今からマスクディスプレイを開封します。何のマスクディスプレイか変身ポーズで当ててください。はい、この変身ポーズで分かりましたでしょうか。登場します。いきます、せーの。はい、登場しました。はい、仮面ライダーマスクディスプレイ、仮面ライダー V3 ですね。ブルーレイのボックスが発売されます。なのでベストタイミングだと思いますんでね、今回紹介していきたいと思います。仮面ライダーの次の作品としてね出まして、制作局である関西圏の毎日放送では最高視聴率 38% を記録した怪物番組だと呼ばれてます。宮内博士さんの演技も素晴らしいし最高ですね。まさに男の中の男って感じですね。 V スレア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 って感じで行きましょう。メルカリで買ったんですけど箱が結構へこみがありますね。アップでお見せしたいと思います。いきます、せーの。はい、というわけで仮面ライダー V3 かっこよさがにじみ出てますね。もうパッケージからしてかっこいい。いきます、一番上ドン、横ドン、後ろドン、横ドン、下ドン。こちらアミューズメント景品で出てました。マスクディスプレイシリーズはアミューズメント景品なんですよね。では開けていきましょう。おお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 、素晴らしいね。はい、こんな感じで入ってました。素晴らしいね、いいねいいね。では早速ちょっとね触覚つけたいと思いますけどね。触覚出しますよ、ドン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 。さあここに触覚を入れて、お、いきなりもう入った。もう大丈夫そう、これいけそうな感じ。 V3 を知らない人はいないでしょう、仮面ライダー V3 ね。かっこいい、いやーやっぱかっこいいね。うん、ほんと回してみますけどこういい感じですよね。かっこいい、赤のデザインとねその緑色の目デザインがかっこいい。これトンボをねモチーフにしたライダーらしいですね。 V3 もね仮面ライダーザネクストっていう作品でね V3 出ましたよね。リメイク版としてね V3 出ましたけど、あの作品ちょっと怖くて見れてないんですけど、でもこの V3、ほんと初代 V3 はね、ほんとね、宮内博士さんのね、演技が素晴らしかった。風見四郎を演じる宮内博士さんの演技の素晴らしさ、かっこよさ、渋さ、これにつきますね。触ってるとなんかちょっとベタつき感みたいなのがありますね。新品なのにベトついてるっていうね。やっぱり経年劣化でしょうかね。はい。お見事、素晴らしい。カメバズーカとかハサミジャガーとか初期の怪人、あとなんだっけな、いろいろ出ましたよね。一番好きなのなんだろうな、ノコギリトカゲ、ノコギリトカゲが好きでしたね。1号ライダー編に出てくる毒トカゲ男にちょっと似てるんですけど、ちなみに先ほどまでライブ配信やってました、生放送やってました。はい、すごく楽しかったです。コメントくださった方ありがとうございます。はい、これからも頑張っていきますんでよろしくお願いします、お願いします。はい、というわけで、仮面ライダーマスクディスプレイ V3 の、マスクディスプレイの開封動画でした。いやーかっこいいね、ほんと見栄えがいいよね。後ろにまた飾るキャラクターがまた増えましたよ。やったぜ、グー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 。チャンネル登録評価、コメントお待ちしております。はい。そして生放送も近日中にやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、またお会いしましょう。グッバイ!こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。